事故現場にある記念碑ウィスキー・オンザ・ロック事件とは、ソ連海軍のバルチック艦隊に所属していた、ウィスキー級潜水艦 U-137 が、1981年10月27日に、スウェーデンの領海内で座礁した事件。両国政府間の大きな政治的問題になった。ソビエト連邦の通常動力型潜水艦ウィスキー級は、ドイツの U ボートの派生型であり、 当初は沿岸警備潜水艦であったが、一部が誘導ミサイル潜水艦として改造されていた。U-137 はウィスキー級潜水艦の一隻でバルチック艦隊に所属していた。1981年10月27日の夜、U-137 は推進動力を充電するために浮上し、微速航行していた。この潜水艦は上層部から 他国の領海を侵犯する作戦命令を受けていなかったが、ここから前代未聞の事故を起こすことになる。艦長のピョートル宮ウジ少佐は配属されたばかりであったが、問題を引き起こしたのは、当夜の総打を任された広報士官である。彼は、兵学校を卒業したばかりの新人で、経験不足であった。U-137 は、 ソ連沿岸を航行しているつもりだったが、彼が後方を誤って 180km もずれた位置にあり、実際には意図せず隣国のスウェーデンの領海に侵入して、スウェーデン沿岸を航行していた。環境の見張り員は、潜水艦の左右に黒いものが見えると報告し、彼は油の帯であり、問題ないと無視していたが、これはスウェーデン沿岸の岩礁であり、ついにそれに乗り上げてしまった。 朝になって潜水艦が座礁したのはスウェーデン東岸のカールスクルーナからわずか1 0トルの地点であることが分かった。しかもカールスクルーナにはスウェーデン海軍の基地があった。審判の原因こそ意図しない操船ミスであったが座礁した位置がたまたまとはいえ隣国の軍港の目の前であったため問題が深刻化した。スウェーデンは NATO に加盟していない中立国であったが ソ連の友好国でもなかった。この時期スウェーデンでは漁船の漁網が引き裂かれる事例が多数あり、ソ連潜水艦による領海侵犯が日常的に行われている調査とされていた。この事故もソ連が故意にスウェーデンの領海に侵入した挙句座礁したものと思われた。スウェーデン政府は U-137 が領海を侵犯し軍港の目の前に座礁したのは、 当時スウェーデン海軍が行っていた魚雷のテストを偵察するためであるとの見解を示した。スウェーデン側は離尚のための引き船を差し向けたが、艦長はこれを拒否。副長のワシー・リーベ聖人政治将校は、手榴弾をポケットに詰め込んで環境ににお立ちし、スウェーデン側が上官しようというものなら、自陳する覚悟であるとの意思表示をした。その一方でソ連側は、 広報ミスによる事故と説明し、領海審判の意図がなかったとして、公開日誌を提出したが、かえって、ソ連潜水艦の粗末な広報ミスを世界に知らしめる事態となった。そのため、当該事故は、オンザロックとかけて、ウィスキーオンザロックと揶揄されることになった。さらに座礁の数日後には悪天候の中、ソ連海軍艦隊のいる付近から一隻の船が、領海に侵入。 一気に緊張が高まったが、これはドイツの穀物輸送船であることが判明した。スウェーデンの沿岸警備隊に包囲された U-137 が解放されたのは、ソミズ両国政府の合意が成立した11月6日のことであった。なお、スウェーデン国防調査局が U-137 に核兵器が搭載されている事実をつかもうとして、放射性物質を測定したところ、 艦内に、ウラン238と思われる反応があったが、確証を得られるまでには至らなかった。これは、ソ連当局が U-137 に核兵器を搭載していると認めなかったからである。ただし、後に、米星人は U-137 に搭載されていた10発の魚雷のうち一部が核弾頭魚雷であったことを認めたという。また、艦長の偶心少佐は、 事故後に解任され、地上勤務に左遷の後除隊したという、ありがとうございます。